よかった、ありがとう。
田さんのポスター見てたんだ。すごいよね、かなたさん。やっぱり人並み外れて綺麗だし。このくらいですごい細いね。うん、あれはかなり。そう、まつげがね、近くで見るとびっくりだよ。私はね、キスができるくらい顔に近寄ったことあるから知ってるの。パフッパフッって音がするくらい長いから。うん、実際音鳴ってるよきっと。あ、そうだ、最近胸に蝶のタトゥーつけたからまたそれがかっこいいんだ。知り合いだったんだ。私、キュービックカフェのこともあなたさんに教えてもらったの。笑わない無理だなーって分かったから。中1の頃声かけられてね。ほら、よくあるでしょ、雑誌の特集で街で見かけたおしゃれさんとか、そういうやつ。素人モデルの雑誌に載せてもらえるようになって。あ、わかる？素人モデルの雑誌って。気
材で照らしてもらったり、カメラ向けられたり、いろんな人たちに手をかけてもらって、なんだかドラマの中の主人公になったみたいで、すごく気持ちよかったんだよね。でね、そういう世界に憧れちゃって、それで事務所にお世話になったわけ。夢見ちゃって、バカみたいでしょ。ちょっと後だったかな。かなたさんが事務所に入ってきて、それで友達になったの。いろんなオーディションにかなたさんと一緒に応募したよ。かなたさんって度胸があるっていうか、すごい自信家だよね。途中まで私も受けてたんだ。でもね、最終選考がくるみやのテレビ CM の面接と同じ日で、インフィニティとくるみやじゃさ、競争倍率が全然違うの。かなたさんが最初から狙ってた第一希望のインフィニティを迷わず選んだんだけど、私ちょっとでもチャンスがある方がいいし、お菓子好きだから、くるみやの方に出たんだ。わかるでしょ？ダメだったよ。テレビ CM に出たりできてたら、モデルを辞めなかったかもね。でも、どっちにしろ遅かれ早かれ辞めてたかな。私はデザートのこと考えてる方が楽しい。デザートを出した明くる日にはもうパクられてる、そのこと？そう、さすがしんさん。店長が夏向けにデザートを作っただろ。次の日にはよく真似た商品が奈良津屋の店頭に並んでたって。ショウゴ、お前が見つけたんだぞ。男らしいっす。
なるってものじゃないよ。絶対開発期間中から情報を掴んでたんだ。でもどうやって？俺は無実っす。すごい情報力だな。ある意味やっぱり頑張ってるんだよ。証拠、お前も頑張れよ。アホに精を出せな。それで俺が次日本に帰ってくる頃には文化勲章か国民栄誉賞あたりを狙えるビッグなアホになっとけよ。ああ、そうだ、お前のマンションペット OK か。じゃあよろしく頼むわ。俺がネパールに行ってる間の俺のお犬様のお世話をお前が仰せつかったんだよ。ネパール？うん。次のターゲットが決まった。いつ行くんすか？まだ金が貯まってねえからちょっと先だけど。うそ、だってネパールってトモランマだよね。ああ、トモランマだ。だって競争ですよ。競争はチベット、それに死んだから食われるの。え？にしてもマグロ、お前の頭の中では競争がかなり大変なことになってるな。マジでネパール。頂にちょいっと登り、ついでにちょいっと旗でも立てて、ぐるりと大世界を眺め見てさ。ああ、なんて俺ってちっぽけなんだろう。考えにふけってみたりして。ああ、チョモランマ、チョモランマよ。雄大にそびえ立つ世界の屋根、チョモランマ。世界の屋根ってのはヒマラヤで、山脈全体を指しているんじゃない？そういうなら最高峰だね。ちなみにチョモランマってのは中国名で、ネパールではサガルマータってな。